第5回、お前のこと誰が好きなん選手権 <laughs> さあ、始まりました。おまだれ選手権。司会の下振明星、粗品です。よろしくお願いします。ねえー。というわけで、えー、おまだれ選手権、始まりました。ねえ。前回、あ、えー、お前のこと誰が好きなん。略して、おまだれ。ねえー、まあ、ほぼごまだれなんですけど。はい。えー、ね前回、第4回大会ですか。け こうまあ、反響すごくてねあのー、なかなかヘビーな回になりましてはいまあ、史上最高峰のレベルの戦いやったと思うんですが今回もねなかなかでしたよはいすごかったです、えー、お前のこと誰が好きなんというのはですね僕が発明したツッコミで、まあ、なんかめちゃくちゃ理不尽なことされた時とか、えー、僕で言うとなんかものすごいアンチが誹謗中傷してきた時とかに えーする反論のツッコミですね「えー、お前のこと誰が好きなの?」言うて、はい、これ結構あのパンチ効いてるんですけどはいという、えー、皆さん視聴者の皆さんが体験したおまだれエピソードを募集しましてなんかねこうおまだれエピソードってやっぱずっとモヤモヤして心に残るんですよね。 もう嫌な記憶として残ってる。これをちょっとでも僕が代わりに突っ込んであげてですね、気を楽にさせてあげたいなという。はい。お前のこと誰が好きなんて、その投稿者に言うんではなくて、投稿者が言った体験談の対象の人。ね。この人に嫌なことされました。でその人に対して僕が、お前のこと誰が好きなんて言うっていうシステムになっておりますが、はい。さ今回は誰が優勝するのか、第5回になりました。それでは参ります。トップバッター、まず。 えー94、9 4四9 4 0 9 4ロかな。 夜中一時閉店でのラーメン屋でバイトしてた時、閉店5分前に5人組の家族連れが来て、飯食べ終わって帰るんかなと思ったら、お父さんらしい人が、今日息子誕生日からケーキ買ってきてんけど切ってくれやって言われて、ラーメン屋でホールケーキ5等分に切るのはむずすぎるやろ思って、適当に切って持っていったらお父さんに顔で、汚すぎるわ、センスない、変で、と言われたこと。夜中2時前。PS、そのお父さん太ももにドナルド・ダックのタトゥー履いてた。お前のこと誰が好きなんなあ いえ、お前のこと誰が好きやねん。ええー、ことないねやろ。はい。ねえ。なんかすごい特殊なエピソードですね。うん。家で食えや。な。ラーメン屋で食いたいんか、ケーキ。今食いたかったってこと。いや、その、うん、家と変わらんやろ、ラーメン屋やったら。なんかね、高級レストランとか、ま,あ、まだレストランやわな、それ。 とかあの店員さんにあらかじめ言伝えておいてサプライズで知り合いの店やからケーキ出してくれるとか演出はあってもいいかもしれんけどラーメン屋で聞いたことないよあとラーメン屋にそのデザート用の包丁ないであのデザート用というかその肉用野菜用魚用みたいに包丁を開けるとしたら、うんあ,あ,んまあんまやろケーキ切ってほしいかラーメン屋の厨房の刃物でなあ,あれにしとけお前 半熟煮卵切るお前、紐にしとけお前。糸。あの、くるんってやって切る、あの、いい糸でお前やってもらえよほんなら。ねえ。あと、まあ、そのラストだ、うん、その何閉店か、閉店5分前に来て2、2時前までいるっていうのはちょっと悪質ですね。そこは,は一番腹立つかも、俺は。その、ケーキの対応とか、まあまあ、キャッポイズってあれやとして。 そこのルールが言えタトゥーは別にええやん。ほんで。うん、さあ、始まりました。どう、これが基準になりますから、今日のね。どんな大会になるんでしょうか。二人目。新損益計算書。高校時代の部活で一週間前に風邪で休んだ。副顧問に何で休んでんって聞かれて熱ありましたって言ったら、そんなんカレー食ったら治るわって言われたこと。お前のこと誰が好きななあ。い,いえ、お前のこと誰が好きやねん。えー え対象の人いやいや、その、昭和の考え方超えてるよ。うん、その、風邪みたいな、お前、カレー食ったら治るやんけ、言うて。ないないない、ね。その、えー、テレビ故障して叩いたら治るわ、言うて。いや、昭和やな、ってあるけど、うん、もう対象やん。カレー食ったら治るってあんま聞いたことないけど。うん、それか、一ーかな。毎、まあ、朝カレー食ってるけど、一ーか、お前は。な。 ちょっとよくわからないですね。えー、カレー食うたら治るわっていう。うん、しかも福顧問っていうね。いやから福顧問なんやろ、お前言うてね。はい。えー、枯れ鈴鹿。合ってるかな。枯れ鈴鹿。 小学生の頃、デパートの私有コーナーのプラレールで遊んでいたら、孫を連れたおばあさんが、うちの子にも貸してあげてと言ってきたので、客車を貸したら、それじゃ遊べないとか言われて、結局先頭車と客車両方取られたから、他の電車で遊ぼうと手を伸ばしたところ、目の前にいた子供連れのお父さんにかっさらわれた挙句、めちゃくちゃ睨みつけられて涙を抑えながら帰った。お前のこと誰が好きなんなあ。いえ、お前のこと誰が好きやんええー、ことないねやろ えー、まあていうかお前らのこと誰が好きなのなんかその全体かまあかわいそうやなかわいそうですねこの人ので彼鈴鹿の親近くにおらんかったんかなっていうことでしょうね悔しいな自分一人負けやまあまあまあなそのおばあさんは別にうんそうやなうちの子にも貸してあげてはまだまあまあ全然 範ち範疇それじゃあ遊べないって言って二つ取る。まあまあ、うん。まあ、さっきあなた遊んでたし、ちょ、そろそろええやろみたいな観点から言うと、まあまあ別に分からんでもない。ちょっと言い方とか分からんけどな。で他の電車でやろうとしたら、行動も連れのお父さんにかっさらわれるのかなうん。その、かっさらうってもこうやからな。おうん。それ、ちょっと嫌ですね。 まあ同時に手伸びて譲ってくれへんかったぐらいでも十分まあこれなんかズキズキはするけどそれ以上ってことですよねかっさらわれたうん僕自分の息子がそれやられてるん見たらまあでもこれってまあなんやろそんなに攻撃性もないじゃないですか遊んでたやつ無理やりバーンって取り入れられてお前も遊ぶなとか言われてたらおいおいおいってなるけどそこまでじゃないでも 自分の息子悲しんでる、涙を抑えながらでめちゃくちゃ睨みつけられてるってなったら、さすがに、僕やったら、はい、どうしたどうしたって言うて近づきますね。はい。はい、はい、何された何されたおうどうしたでええー、まあ、劇場出身なんで、あの、大きめの声で言います。はい。あのね、 まあ、おもちゃやか家電、あ、デパートか。うん、デパートではあんまり聞かない声量で。はい、どうしたどうしたあ、どうしたなんか、なんかしましたって、えー、言うと思います。僕やったら、ね。別に、喧嘩するとかじゃないですよ。うん。な、何してんのお前。とかは言わないですよ。は、あ、どうしたどうしたどうしたな、何されたまず、ここにね。うん、何されたこの人みたいな感じで <laughs>。あの、そういう。 攻撃をすると思います。僕やったらね。うん。まあ、お前誰ですね。ピーチ。新卒で働いた会社を辞めた理由がキャパの限界だったことを結構思い切って友達に打ち明けたら、え、それで辞めたんそれだけって酒片手に半笑いされたこと。あー、お前のこと誰が好きなんいや、お前のこと誰が好きやねんう、えー、ん。何がショックってこの、まあそうやな。結構思い切ってこっちは打ち明けてんのにな。 えそんな反応なんやって。まあ、正直こっちも期待してる答えはあるじゃないですか。まあ、それはも,もちろん、うん、励ましてくれたりとか、リアルに悩み相談、これからこうしたら、みたいなアドバイスも欲しかったところを、半笑いでね、それだけって言われるのは確かにショックやわな。うん、あと、何がショックって、あとは、仲いい友達じゃなかったことやな、そいつが。まあ、親友は言い過ぎかもしれんけど、うん、その、ピーチのことを、 もう明らかに下に見てうまい酒飲んでんねんから、まあ、それはもう仲いい友達じゃないですよね。うん、もう形だけの友達というか、飲みには行くけど、みたいなね。えー、いや、これもそのコブのためやったら別なんですけどね。うん、いや、それでやめたん。友達やから言うけど、その、あんた逃げる癖あるで、みたいなね。その、まあ、それもちょっとあれやけど、気持ちをおもんぱかれてはないんですけど、その、いやいや、 みんなしんどいでっていう意見もまああるっちゃあるじゃないですか。それにしても言い方あるよな。もうちょっと頑張ってみたら、ほんで、もう一回頑張ってみて無理やったら、やめてええんちゃうとかでも何でもいいと思うんですよ、友達の言い方ってね。え、それでやめたそれだけは、あまりにもあの下に見てるんで、対等な友達ではありませんから、付き合い考えた方がいいですよ。そっちもバカにしないと、向こうのこと。うん。眠り橋。 小学生の時、図工で木材で好きなものを作ろうという授業があり、前日からすごく楽しみにしてて、お父さんと一緒に着るところや、釘を打つところなどの印をつけて臨んだのですが、授業中クラスメイトから、これ俺の木だよな、過去、前日の印がバッチリ書いてあると、気を奪われ、それを先生に言ったところ、今忙しいんだからそんなことでいちいち話しかけてくるな、と突き放され、助けてもらえなかった悲しさでいっぱいになり、楽しみにしていた授業が一気に最悪になった。お前のこと誰が好きだな。 いや、お前のこと誰が好きやねん。ええー、ことないねやろ。普段生活してて、なあ。わい、うん、まあ、先生やな。この、ま、小学生なので、うん、その友達が、友達クラスメイトが、俺の気だよなあって言って、奪うのはまあまあ、小学生やなっていう。あ本当はい、腹立つけどな。 うんそんなもんこれ何なくしたんかな持ってくの忘れたかなこいつがどういうムーブかわいそうかわいそうやな先生助けたってくれよせっかくお父さんと一緒にやったのにな前日の印がばっちり書いてあるからもう眠り橋のもんなんですよ確実にねで先生が取り合ってくれないっていううんねえ怖いや取り合ってくれよ いやー、そんなことでいちいち話しかけてくるな。うーん、ちょっとね、なんか、まあ学校の先生は結構おまだれ選手権、えー、よく来ますが、はい。やっぱり、子供の話もちゃんと、平等に耳傾けてほしいですよね。えー。あと今回ちょっと、うーん、今回ちょっと、うーん、まだ爆発がないというかですね。ちょっと重たいね。えー、だから前年度の、 雰囲気を引きずってるのかはいなんか運営が前年度の反省を変に活かしすぎたのかちょっと、うん、今なんかお客さん全体も緊張してる感じですかねなんかちょっと重いこのドキドキみんながドキドキしてる状態っていうねで逆に言ったらチャンスで、えー、今今一発目の爆発を起こしたとこは結構跳ねますよだから、えー、いやでもまあおまだれですねこれははい。 ふとっちょ。倫理の授業で先生に、ほにゃららくん、過去僕、あれはキーですけど、なんでキーだと認識できますかと、わけのわからない質問されて答えあぐねていたとき、はい、この通り何も考えてない人はこうなります。皆さんは考えられる人間になってくださいと言われたこと。<laughs> お前のこと誰が好きだな,なあ。えお前のこと誰が好きやねん。ええことないねやろ。普段生活してて、 なあお察ししますはい、感想来ましたねうん。いや、倫理一難先生やんなんでそんなこと言うね出題哲学やんなん。か勘違いしてますよね。あれはキーですけど、なんでキーだと認識できますかもう哲学ですもんね。あ倫理の授業ではないですよね、まず。まあなんか、いい意図があったとしても、その、 何も考えてない人はこうなります。皆さんは考えられる人間になってください。いや、倫理一やん。なな何言うてんねん。なんか倫理に結びつけるんやったら何でしょうね。きあれはなんでキな何やろな。キだと何で認識できますか、えー。質問むずすぎるやろ。ほんまに。普通に。キはキやからやろ、うん。何が倫理やねん。いや、倫理やったらその、あのキを突然、斧で切り、 倒すことはどう思いますかとかねやったらまあ倫理がどうみたいな話はなりそうやけどもうちろんよくわからないですね変哲やな変哲出ましたね感想ねはい絶対幸せになれ 親が居酒屋やってて、閉店の1時間ぐらい前に初めて来たおじさんが、野菜たっぷり湯豆腐を頼んだんだけど、出して蓋開けた時に野菜が入ってるのを見て、なんだこれ野菜入ってるじゃねえかよ。こんなもん食えるかって言って一緒に来た人残して、湯豆腐一口も食べずに店出て行ったこと。個人営業で切り盛りしてる店だし、ちゃんと出汁とか取って作ってる料理なのに、そんなこと言われたの本当に悲しかった。最初からメニューに野菜たっぷりって書いてるし、お前のこと誰が好きなんああ。 いや、お前のこと誰が好きやねん。ええー、ことないねやろ。はい。野菜たっぷりって書いてるし。マジで。もうそれにつきますね。だって、野菜たっぷり湯豆腐を頼んだわけですからね。まあ、これ一つやったらあれやけど、まあ、野菜たっぷり湯豆腐一つって言うてる可能性もあるからね。野菜たっぷりって言うてるやんなんだこれ、野菜入ってるじゃねえかよ。いや、そういう商品名や。 こんなもん食えるか食えよ。湯豆腐に野菜入ってても、別に。まあ、まあただね、僕何が引っかかったってこの、この方が怒ってると、んちゃんと出汁とか取って作ってる料理。だから料理のプライドじゃないですか。まあこんなもん食えるかまあな、いや、その野菜たっぷりって、いや、分かってるやろうっていうところは、もうほんまにおまだれなんですけど。 俺その一口も食べずに店出るのはまああることやと思うんですよ。僕も個人営業で切り盛りしてる店で、まあ、何回もそういうことあるしまあそこに関してはね別に客も一応お金は払ってるっすよねこれは多分ねまあお金払った以上その客のもんなんで僕の考えですけどまあ残してもあ,あまずかったんかなとかまあ急にお腹痛くなったんかなとか、まあ、いろんな理由考えられるんですけど。 僕はまあ、それは100ポイズって、しゃあないなと思うけど、まあまあ、理由がね、お前が野菜たっぷりって言うたのに、野菜入ってるとこんの意味わからんやろっていうのはおまだれですね。確実に。うん、それはかわいそう。しかも、この言い方、あれですよね。目の前で目撃してそうね。その、絶対幸せになれの、親が働いてる時になんか、一緒に店におって、それを目の前で食らって親が食らってのの見るとかはめっちゃ胸痛い。 それも本当にかわいそう。ってか、見てられません。はい。見てられません。それは。それはもう俺も嫌。とか、まあだから、まあそうやな。この親の心情とか、ね、だしとか取って作ってる料理なのに、お父さんすごい悲しそうな顔してた。みたいな,なんが一個入ると、ちょっと震災の心もぐっとね、つ、え、か、ー、まれたかもしれないですね。はい。えー、リーララ。 そうが末期がんになり母がその看病に専念するため仕事を辞めると上司に伝えた時に「どうせ長くないんだから辞める意味あんの?」と言われた時「お前のこと誰が好きないえお前のこと誰が好きやねんええー、ことないねやろう。普段生活しててなあお察ししますこれがついね え、身内ゼロの人間上司。なおんねんな、こういうやつ。どうせ長くないんだからやめる意味あんの。いやいやいや、だからその言うてきた上司、ほんま突然変異で生まれてきたんや。だから親もおらんねん、もともと。メタモルフォーゼで生まれた爆誕した人間なので、この上司ね。だからあの親の愛情とか家族の感じ、絆とか知らんわけや。もともとおらんねん。 生まれ一人で生まれて一人で死んでいく人間ですだから宇宙人とは話し合わんわけでそのもしゃあないもう無視無視無視あのー、おまだれは言いましたけどもうムカつくのももったいないこいつになあいやおんねんななんかそのいやまあなんやろな上司目線で言うとやめんなよってことなのかないやそだから分かるで会社的に人が減ると困る わかりますけど、理由が理由やし、やめてほしくないんやったら、言い方考えろよ。おうん。その、もっとうまいこと言えよ。それは大変だねと。じゃあ、わかったと。別に、やめなくてもいいと。わか,からんで、ね、その、席だけ置いとくから、その一通り、看病とか終わって、あれだったら戻ってきて、あ、まあ、そ,そういうわけにもいかんのか。まあ、でもちょっと言い方あるんちゃうかもっと。送り出すにしても、 じゃあ、看病に専念してくださいって気持ちよく送り出されへんかね上司。これは、もう、感想ですね。はい。感想であり、サムネ候補でもありますね、これはね。えー、てなると、まあちょっと冷静に大会のことを最中ですけど振り返りますが、てなると、倫理のやつやっけさっき感想出たやつ、おまだれの。あれ結構雰囲気で持っていった感じあるな。 うん、あんねん近年の「m 1とかでもこの「あれ誰もこう爆発してない?」ってなった時にまあちょい微妙でも爆発させとけみたいな団結力生まれる時あるねそれの賜物があってリーラ・ラのを見るとあーこれ結構どこ行っても爆発するっていうね太っちょは結構いや全然いいんですけど順番にも恵まれたっていう感じっていうのが分かりましたねはい。 うん、まあでも、めっちゃおまだれやな、普通に。おおなかなか、しかもヘビーなやつ来ましたね。えー、さあ、二人感想してます。続きまして。小ぶどう。失恋して癒し求めて一人で水族館行った時のこと。イワシの大群のトルネードを初めて見て、その迫力と神秘的な雰囲気に惹かれ、次の回も見て、今度は動画を撮ろうと思った。そうすればこれをいつでも見られると。 そして2回目のイワシのトルネード。その時に隣にいたモ、モの守るみたいなやつが、ずっと湘南の風歌ってて、何回見直しても、あな真夏のジャンボリーっていう全然癒されない動画になってしまった。お前のこと誰が好きなん <laughs> なあ <laughs> いやお、お前のこと誰が好きやねん <laughs> いや、まぁ、あ、お前の、お前のこと誰が好きなんていう、まぁ、あ、ねえうーんー、い <laughs> やいや、そまあそれはもうええやん、別に。その いや、ちょっとまあ面白いですね。いやいや、でも見、み、み、別に個室で見てるわけじゃんから、それ、そういうこともあるやろ。うん。トロイワシのトルネード見て、湘南のテンション上がってんねん。ああ、レリスのジャンボリー。そんぐらいええやんみんなで見てるやつやからそれ、わざわざ、ちょっとやめてもらっていいですか、動画撮ってるんで。とはまあ、もちろん言われへんから。それもしょうがない。た <laughs> ぶまあ、あの、モモの守るって、あの、イカヤンキーみたいな、え、風貌の方ね。うん ただまあそうやな見返そうと思ってた動画何回見ても知らんやつの「えめるつぅのジャムブリー」はきついないや濡れたまんまでいっちゃっての方じゃなくてよかったよそっちやったらもう、うん、ゲロ出てたやろマジでああなんかまあ感想はしませんでしたけどまあもちろん、うん、このこの桃の守るんだやつ悪ないもんだって、うん、こいつのこいつの漫談やからまあちょっとおもろいなあこ,れこのパターンもあるっていう はい、えー F フフォーリア6月26日に兵庫の阪神競馬場でレースに出場した際ペースが速くて追走することで精一杯になりしんどくて6着に負けてしまった時それを見てた人が YouTube で動画をアップして「ボケー何しとんねん!」などバリ増言を浴びせてきた挙句その人のバーベキューがなくなったことすらも僕のせいにしてきたこと一生懸命頑張ったのになうんお前の俺俺やそれ、ね、おいお前エフフォーリア本人かい じゃあ、おまだれでえへんよ。ぞ。俺やないかい。なあ。やったよ。その、エフフォーリア本命にしたかな、うん。で、6着に負けて、ポ、うん、ケーって言ってたよ。まあ、俺とか俺の友達ね。障害者死マイナス1億円くんやろ。ほで、バーベキューなくなったって言ってたけど。ええー、ねん。なあ、お前、本人から来んな。何してんねん、これ。最後、ポエミーにせんでえええねん。前回大会優勝者みたいに。 友達は私が片思いしてること知っていたのになで加点されたってあったけど一生懸命頑張ったのになちゃうねんお前おまだれ公文使うなお前おいあのこれはすいませんえっと除外競争除外しますはいええ何やねん今のえラストあ今回ですね次10組目なんですけどはいえっと初の敗者復活制度導入しましてええ一回 一旦9人選んで、えー、ま、エフフォーリア除いてね、9人選んで、もう一人は、あのー、コメントのグッドマークが、まあ、一番多かったやつ。一番がちょっとどうかわかんないですけど、めっちゃ多くて、僕が見逃してたやつ。これを敗者復活でちょっと上げます。初の試み。敗者復活。森。 小説を読んで考えたことを発表する授業で、もともと人前に立つのがかなり苦手で失敗するのも恥ずかしいから、土日全部発表内容を考えるのと発表練習に費やしたのに、いざ当日発表したら、それは解釈間違えてますね。作者はそんなこと考えてません。声も小さいし、そんな早口で言われてもわかんないんですよ。とか、発表途中先生がめちゃめちゃ口挟んできて泣きそうになって声震えてしまった。というか、次の発表者が発表している神で、 あ、発表してる間、神で顔を隠してちょっとだけ泣いた。小説好きなのに嫌いになった。お前のこと誰が好きなないや、お前のこと誰が好きやねん。ええー、ことないねやろ。普段生活してて、なお察しします。はい。お察しします、これは。うーん、まあ先生ですよね。えー、あの、途中に口挟んでくんのが、 よくないよな。まあ、終わってから、まあ、なんやったら授業は、あ、まあ、一応評価の対象か。まあ、まあ、発表終わってから言うとか言ったらまだな。そやりっきらしたらよ、発表を。途中でやいや言うなよ。声震えるよ、そら。かわいそうに。めっちゃ準備したのに。ほんで、小説好きなのに嫌いになったんや。それうっといな。好きなもん嫌いになってしまったか。 いやでもこれは森あれやであのまた小説好きになってみてくれうんその先生のことはもう俺がおまだれ成敗したからなもうええねんもう森あの小説はらないからはっきり言って小説は読もう、うん、小説を読んで発表はもうせんでええけど二度となうんなんませんでえそんな 小説はええよんだえんちゃうかおもろい小説いっぱい出てんで。お前が離れてる間、いっぱい出てるよ。あまだちょっと見てみてください。さあ、という10組でございました。えー、今回なんでしょうまあ、なんやかんやいい大会になりましたね。じゃあ優勝者発表します。うわ、むずいな。ちょっとね、すいません。優勝者は イワシの大群のトルネード、あー真夏のジャンボリーっていう癒されない動画になってしまった、コブドウ優勝でーすざわ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 。ね、ちょっとどよめきは起きてますが、はい。えー、っと、すいません。まあ、賛否両論あると思います、今回。ね。いや、もちろんリーララ、やと思ったんですけど、えー、リーララはもちろんなんですが、 小がっってしまったかこういうことがある大会っていうのはあの感想もしてないですおまだれのツッコミねだからで別に趣旨的にもお前のこと誰が好きなんではないですあ審査員えっとめっちゃ割れましたリーララに入れてるやつももちろんいましたが小ぶどうがあまりにもおもろすぎて持っていってしまったなうんやっぱりこういう側面もありますおまだれ選手権はい前回大会と真逆の大会になりましたねえー、振り返ってみればいい いい回になったんじゃないでしょうかね。愛車復活も、えー、いたり、エフォーリアからも届いたり、いろいろありましたが、まぁ、あえー、また皆さん送ってください。えー、リーララ、そうやな、うん。リーララとか、太っちょもね、良かったんですけど、うん、まぁ、あ、感想しただけいいでしょう。はい、えー、また第6回もやります。あこれ、えー、そうですね。この動画のコメント欄にですね、皆さん、おまだれ選手権エントリーの方は、はいあのー、自分が体現した理不尽なエピソードを書いてください。 まだ次の動画で発表するかもしれません。ちなみに、えっと、これ第5回か。第4回大会のコメント欄がめっちゃすごくて、えー、もう絞れなかったんですよ、正直。だから、第4回大会のコメント欄にあるやつでもう1本動画今から撮ります。第6回大会も多分そっから撮るんで、この動画のコメント欄、第5回おまダレ選手権のコメント欄に載ってるやつは、おそらく第7回、 のエントリーになると思いますが、えー、皆さん気長に待っててくださいエントリーお待ちしてますというわけで優勝はコブドおめでとう